どうもこまです。エアボーンキングダム実況パート10やっていきたいと思います。この先端についているぐるぐるしてるやつかっこいいでしょ。はい、前回手に入れたザ・ノーマッツ・オーレリーというね、まあレア施設なんですかね。はい、クエストをクリアして手に入れたレア施設です。これがあることによって、はい、行ったことのない施設もマップで丸見えになるっていうね、なんてチートな性能、素晴らしいですね。さあ、そして前回ですね、はい、このクリニックを、研究をしましたと。これで市民に健康を提供することができますと。健康を提供された市民はもう至福ですよ。最高にハッピーになって、すなわちジュビラントになるということなんですが、このクリニックがね、あれなんだよね、あの人をすごい使うんですよね。3人使っちゃうから。で、今空いてる人9人しかいないので、クリニックをいっぱい建てちゃうと、食べ物とか水とか木とかのね、資源を取りに行く人たちがいなくなっちゃうので、ちょっと今まだ建てれないんだよね。なので今回は、はい、こういうね、まだ行っていない村に行って、人をさらいつつ、あ、研究完了した人が飲む水の量が当初の半分になる研究ですね。ちょっと待って、やろう、次の研究しましょう。じゃあこれ行きましょうか。スプリットヒーラーですね。信仰と健康を提供する。はい、そうやってね、人を、さらいつつ、今回ね、これもやりたいんだよね。こっちこっち、ワンダーズ、さっきの太陽系儀と同じように、多分他にも2つ手に入れることができると思うんですよ。このザ・トランキッド・ガーデンズとザ・グレート・ライブラリー、この2つをですね、ゲットしたいな。多分こういうのじゃないかな。ライブラリー・オブ・ウィズダムとかね。まあこんな感じのね、施設を見つけると、漏れなく当たるっていうことだと思うんで。まあ人を探しつつ、ここら辺巡っていこう。はい。前回作った農園ですね、これね。これのおかげでね、食料がほとんど減らなくなりましたね。さあ、このあたりに、あったあったあった。これかな？あー、これ違うわ。これは、あ、出た！色変えれるやつだ。やったー！今度何色ですかね？あー、ちょっと早速やりたい。今シーズンの新色、マリン！海の色です。来ましたね。行きましょう！アプライトゥー！おーい！あー、いいね。柔らかい感じだね。うんうんうん。あー、いいじゃない。このミナレットね。祈りの塔とかのこの、青い色。淡い青。あー、ウィングもいい感じじゃない。これいい。これいいね。ちょっと床と壁の色変えてみる？それぞれ別に設定できるからね。壁をじゃあマリンにして、床はちょっとじゃあ緑にしましょうか。スライム。スライム？は。あんまり変わんないね。ホライズン。ああ、いいね。ああ、いいんじゃない？マリン&ホライズンでいきましょう。で、村がどこかに、あ、これか？あ、これ村だね。村。はい。よーし、さあ、人をさらいに来ました。つべこべ言わず、出てきてください。さあ、クリニック1個建ててみようかな、じゃあ。まず、重さが足りませんね。ファンかな？あ、バーチカルローター、これ人いらないんだな。あ、これいいな。ただ、すごい石炭使うって書いてあるね。まあいいでしょう。人を使うよりいいよ。ででん。はい。おい！ちょっと待って待って待って。え？人消えた。え、ちょっと待って。嘘？なんで？え、なんで？あ、バランスが悪いって言われた。え、嘘？今こっち傾いてるでしょ？こっち傾いてるからこっちに今つけたんだけど。はぁ！そうか。これ浮力を得るから。こっちにつけるとますます、こっち側が上に上がるのか。なるほど。逆につけなきゃいけなかった。やば。やっぱ。ごめん。間違えた。あー、しまった。せっかく人が増えたのに。そういうことか。じゃあ、ここにつけるか。前方左側。なるほどね。これは痛いな。おー、すごいね。バーチカルローターの力すごくない？
さっきまで結構左に3度とか傾いてたけども、左右のバランスジャストになりましたね。いやもうちょっと待っててくれてもよかったんじゃないかな。そんな一気にいなくならなくても。よー。はい、完成。いいね。回ってるな。はい、これでリフトに余裕ができましたね。クリニックは、ああ鉄を使う。そして、私はまだ、はい、鉄を作れるアイアンフォージ研究できてません。今やってるスプリットヒーラーの研究が終わったら次アイアンフォージだな。よし、スプリットヒーラー研究完了。はいはい、アイアンフォージな。1時間で終わるから。よっしゃー、アイアンフォージ。で、あとは、クリニックは研究終わってるから、設計図アンドックできたのティーガーデンと、チャコールハット、あ、石炭作るやつか。でも人4人も使うんだよなぁ。まあいいや、一応ちょっとね、これ研究しとこうか。4時間。さあ、ここにもありました。セトルメント。今度は逃がさねえぞ。さっきはちょっと下手こいちゃったけど。今度は逃がさねえ。おし、チャコールハット、研究完了。これで木から、石炭、違う、木炭か。船の燃料を作れるようになりますと、プラスでアンドックされたのが、ウォーターフィルトレーターだって、何これ。水を作ってくれるウォーターコンデンサーが効果2倍になるってこと。いいね、いいね。これいいじゃん。めっちゃ水作りたいです。これ研究しようよ。そうそう、ウォーターコンデンサーはね、結構いっぱい作ったんだよね。ほら、この尖ってるやつね。これ全部ウォーターコンデンサーだからさ、このそばに作ってあげればすごい効果を発揮するんじゃないの。さあ、そして、アイアンフォージ作りましょう。これで鉄をゲットだ。住宅のそばはダメだと言ってますね。じゃあ前の方につけてあげるのがいいですね。はい。これも人使うんだよね。3人割り当てか。ね、やはりね、人材と言いますから。うん。人は宝なんですよ。財なんですよ。経営者目線になっちゃうね。お、できた。これか。これがアイアンフォージ。あー、ちゃんと炉がありますね。おー、すごい。鉄が溶けてる。ここにあるアンノーンルイン。これが、おそらく、ワンダーを手に入れるための遺跡なんじゃないかな。は、アンシェントルイン。はいはいはい。ルーンオブデイライト。あれ、なんか聞いたことあるな。あ、これあれだ。なんか王国のミッションだな。あー、そっちね。同盟の方のお話ですね。ブラフズゲートウェイ。あー、なるほど。あ、またね、いつか戻るわ。はい。なんだ、外れかよ。南にトゥリーオブユニティってのがあるな。これなんだっけ、なんか関係あるのか。これも王国系かな。あ、これか。あったあったあった。あ、トランクイルガーデンズ。あ、これこれこれですよ。これでワンダーゲットか。あ、やった。ザ・トランクイルガーデンズ。どういう効果があるかというと、市民の不満を全部取り除くって言ってる。やべえな。やっばすぎない。ガーデンだから庭園みたいな感じかね。ここに訪れると全ての嫌なことが消え去ってしまうと。タイプとか栽培してるのかな。これは範囲とかもしかもないね。やば。チートすぎんか。まあ庭園作るんだったらやっぱりちょっと周りのね、通路は広めに取っておきたいよね。おー、すごい、ニョキ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 生えてきた、ウオのタケノコだ。そして真ん中に、すごい、シンボルとなるツリーが、ドドーン、来ました。これでみんなもう不快がなくなったってこと。ちょっと待って、ということは、これ、もしかして、なんか不快になる建物をさ、例えばだよ、例えば、このアイアンフォージとかをさ、場所を移動しちゃって、あ、ほら、もうだって、マイナスの範囲の赤丸がなくなってるもん。もうどこでもいいってことだよ、これ。やっば。
それいいの？ゲームとしてそれいいの？え、じゃあここら辺作っちゃうよ、俺。すっごっ。やっぱ。ちょっとこのアイアンフォージの下のこのパタパタしてるの可愛いな、なんかこれ。椅子に座って足ブラブラしてるみたい。ああ、座ってる座ってる。イコってるねー。おー、美しい。あれ待って、機嫌悪くなった、また。どうした？あ、街灯だ。通路増やしたから、街灯が足りなくなった。じゃあまたここら辺穴開けよう。ここら辺に穴を開けて、ストリートランプを設置していきましょう。よし。あとここ1個空いてるからね、ここにもファームをね、同じようにこうくっつけたいんだけども、それはそれでまた人がね、使うからね、2人必要だからね、もうちょっと増えてからだね。あー、みんないなくなる。いなくなってしまった。あー、ちょっと待って。お前らか。なるほど。前にね、どうやって地上に逃げるんだろうねって言ってたけど、これが答えでしたね。うわ、撃墜して、こいつら。ムカつくわー。めり込んでるしなー。ちくしょう、お前ら。許さねえ。顔覚えたからな。顔ねえけどな。くそ、油断も隙もねえな。あっという間になくなるね。辛抱足りなすぎでしょ。お、ウォーターフィルトレーター。研究完了。あ、もうハテナってないね。すべての施設が明らかになりましたね。あといくつか研究してないものありますけどね。フィンとティーガーデンかな。ティーガーデンは健康と快適さを提供するのか。快適さは別にいらないな。グリーナリーね、観葉植物があったら人を割り当てずに快適さは提供できますからね。だったら多分こっちがいいな。スピリットヒーラー。これ健康と信仰でしょ。だから元々あったテンプルとかね、このミナレットとかをまるっと交換してもいいんじゃないの、これに。スピリットヒーラーにね。スピリットヒーラーをちょっとパワーアップさせようか。はい、範囲を広げる。あのさ、先にさ、このウォーターフィルトレーター作っていいかな。これを作ると水の生産量が倍になるんで、水を取りに行く人たちの数そんないらなくなると思うんだよね。うん、あと単純に見たいから作りましょう、これ。よっ。さあ、これで倍になるはずか。さあ、どんな感じでしょう。お、できた。早いな。あ、すげえ。水プラスなったぞ。すごっ。増えるじゃん、水。マジか。飲んでも飲んでも増えていく。夢の空中都市が完成です。はい。スピリットヒーラーアップグレード完了。範囲が広がった。あとは、同じスピリットヒーラーで、キャパシティ5。健康を提供できる人の数が5人増えるってことか。25になるんだね。いいね、やろうやろう。やっぱ後半になるとあれだね。便利な施設がいっぱい出てくるね。このチャコールハットも本当は作りたいんだよね。燃料自動生成。これも作ったら完全にもう自立。地上のお世話になることがほぼない空中都市になるよね。あとどこ？最後のライブラリーって。あった！ライブラリーオブインテリジェンス。まさかの一番最初のエリアか。行こう行こう行こう。すべてのワンダーを揃えるんだ。はい。スピリットヒーラーアップグレードで、健康にできる人数5人増えました。ちょっと俺、スピリットヒーラー最強にするわ。宗教の範囲さらに50%広げます。はい。人もじゃんじゃん集めていく。家が足りなくなった。これまた人がパラシュートで逃げていくやつだ。家を建てたいんだけど、あんまり後ろやすぎるとまずいんだよな。3度、後ろに傾いてると。とりあえず2階建て3階建てにしておけばいいかな、この辺り。うん、3階建てにする分にはほとんどバランス変わんないね。というか全然変わんないね。あった、これでしょう。はーい。
やったー、ライブラリーオブインテリジェンス。さあ、ザ・グレートライブラリーというワンダーがこれでアンロックされた。さあ、どういう効果がある？すべての推進力、リフト、プロダクション、生産施設の効果をアップさせると。またチート性能だな。空中都市のあらゆる性能が一回りアップするって言ってる。やっぱこれ見よがしにつけたいよね、前にね。でん。おー、すげー、でかい、でっか、めちゃめちゃでか。あー、できた、来ました、グレートライブラリー。おー、かっけー。よし、これで3つのワンダーすべて揃いました。1つ目、ザ・ノーマツ・オレリー。マップに存在するすべての施設が丸見え。2つ目、ザ・トランクイル・ガーデンズ。市民の不満をすべて取り除く。そして3つ目、ザ・グレート・ライブラリー。都市の推進力、重量制限、そして生産力を増加させる。これはもう無敵でしょう。ねえ。もう水も食料もほとんど減らないからね。うん。水増えるからね。あとは、市民の幸せだな。すべての市民に健康を提供して、ジュビラントに持っていきたいですね。じゃあそこは次回やっていきましょう。はい、良ければチャンネル登録、また面白かったら動画の高評価してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。